こんばんは。8月1日水曜日の乃木曜日を担当する白石麻衣でーす。やっほー、すごい、ありがとう皆さん。そうですね、ちょうど17時になりました。一人での配信ってすごい私はあんまりないから、なんかすごい今はちょっと緊張してるんですけど、こう楽しく30分間できたらいいなと思うので、よろしくお願いします。はい、この乃木曜日はですね、乃木坂46のメンバーが月曜日から金曜日まで皆さんと一緒にトークする帯配信番組になります。ぜひたくさんコメントして配信に参加してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お、なんかもう15,000人の方が見てくれてるということで、ありがとうございます。本当にそう、今日すごい暑かったですよね。私も一つお仕事をして、この前にで、この配信まで少しだけお時間あったので、マネージャーさんと一緒にアイスクリーム買って食べました。いいよね、やっぱこまめに水分取らないとね。今暑いからすぐバテちゃうので、皆さん気をつけてください。本当にみんな何してたんだろうね。もう夏休みか、学生の方とかは。そうだよね、すごいすごい。お、何、テニスの試合、今日テニスの試合、めっちゃ暑くない？すごいね。大丈夫？日焼けとかしてるんじゃない？絶対今のあれだよね、季節だとさ、腕時計焼けとかしてる人すごい見る気がする、スタッフさんとかでもね。え、それくらい暑いもんね。私も昔はすごい夏とか苦手だったんだけど、20歳超えてからすごい夏も好きになってきたんですよね。そうそうそう、夏休み中は何してるんですか？みんなゴロゴロしてるの？宿題もあるもんね、学生の子とかだと。私すごい嫌いだった宿題、夏休みのさ、自由研究とかさ、作文とかあったじゃないですか。追い込んでた派だったな、最後の方に。でお母さんに怒られるっていう生活だった。そう、あ、勉強、部活、いや部活もそうだよね、お仕事もそうだしね。テスト期間中、あ、受験も多いんだね。みんな大変な時期じゃん、頑張ってね、応援してるよ。すごいね、合宿ダンスいっぱいいる。海もいいね。そうだね、海日和だしね今。絶対楽しそう。なんだっけ、海の家だっけ、あれ合ってるかな、あれとこ楽しそうだよね。うん、すごいすごい、釣りもしてるの、すごいね。はあ、本当にこうたくさんのコメントが来て、ちょっと目が追いつかないくらい、ありがとうございます。ではね、前回の配信メンバー、昨日は農場亜美ちゃんですね、亜美ちゃんからの宿題トークをいただいてるので、その宿題をしていきたいと思います。でね、亜美からの宿題はこちら。亜美ちゃん先輩ってカメラに向かって可愛く言ってくださいって来てるの。亜美ちゃん先輩って懐かしい、1年前だっけな、みんなでご飯食べ行った時に、多分ツアーの時に3期生に言ってほしいみたいなことで、多分流行ってたちょっとしたことなんですけど、やるか、しょうがない。じゃあ行きますね。亜美ちゃん先輩、こんなんしないからね普通。うーん、 OK ですか？ありがとう亜美ちゃん。嬉しいよ私は。
すいません、皆さんもありがとうございます。また後に私も宿題出すのかな、それはまた後でっていうことなので。そうだね、8月、気づいたら8月にね、今日8月1日なんですけど、もうすぐ8月4日と5日にあの大阪でのライブが控えてるんですけど、大阪は唯一あの野外ライブなんですよね。今回ヤンマースタジアムにお邪魔させていただくんですけども、本当にこうすごい炎天下だと思うし、きっと晴れると私は思ってるので、本当来てくれる方は熱中症対策で水分もちゃんと取ってほしいし、もうしっかりこう自分を守るために、暑さには負けずちゃんと準備してきてください。お待ちしてます。そう、大阪のライブはね、いつもすごいケータリングが豊富で、そうなんです、誘惑がたくさんあるんですよ。本当にたこ焼きもありますしね、すごい楽しみです。そうだね、今回のライブもすごい、その神宮でやったライブとちょっと連携してたり、いろんなコーナーとかもあるので、うん、来てくれる方はちょっと楽しみにしてきてくださいね。お、行くよっていうコメントがたくさん来てるよ。行くよって来てる。あ、4万人の方ありがとうございます。すいません、みんな仕事中とかじゃない、大丈夫？すいませんね、ありがとう。お、行くよって来てる、嬉しい嬉しい。仕事勉強中とかもある、ありがとうね、本当に嬉しい。でも次にちょっと進みますね。そうだ、来週の8月8日に私たちのね、21枚目のシングルの自己中で1個が発売されるんですけど、そうですね、ミュージックビデオ見てくれましたかね。そう、すごい爽やかで夏っぽい曲だし、うん、すごいわちゃわちゃした楽しいミュージックビデオになってるんですけど、そうだね、その他にもカップリングで私は心のモノローグ、ちょっと最近ミュージックビデオも解禁されたり、もう一個あるんだよね、あと2曲あるのかな、高校生クイズの主題歌になってるあんなに好きだったのにもありますし、なんだっけ、もう一個これ、そう、ん、空扉そうそう、空扉もう、そう、それもミュージックビデオあるって言っていいんだよね、ダメなのかな、いいよねそう、それもミュージックビデオがあって多分後々公開されてくると思うんですけど、なんかそれぞれのいろいろこう曲でまた全然違った今回曲がたくさんあるから、それもすごい楽しめると思いますし、私はこうなーちゃんと2人のユニットの心のモノローグ見てくれたかな。そう、すごい、あの朝日奈具の時の監督さんが撮ってくださったんですけど、ちょっと笑えるミュージックビデオになってるのでお気に入りです、見てくださいね。はい、そうだね、特典映像も今回また新しい感じで詰まってるので、それぞれの仕事現場での様子かなの、そう、特典映像なので、それもちょっと見てほしいなと思います。すごい、見たよって言ってくれる人がたくさんいる、嬉しい嬉しい。そう、そう、心のモノローグね、結構ストーリー仕立てなんだけど、ダンスはすごいしっかりかっこいい感じで、でも、ふざけるときはちょっとふざけてみたいな、うん、お気に入りです。そうそうそう、すごいすごい。そう、画鋲入れるシーンとかねありましたけど、そう、結構面白くなっちゃいましたね、顔が、すいませんありがとうありがとう。
アクションシーンがちょっと大変だったかな。アクションシーン、素手で戦うところと、あとデッキブラシ使って戦うとこがあるんだけど、その英監督さんがちょっと薙刀の要素も入れたいっていうので、私が上段の構えして、なあちゃんが中段で構えてるシーンとかあるので、一瞬こう薙刀をこう思い出させるかのような感じにもなってるので、そこも探してみてください。はいはい、そんな感じになってます。次行っちゃっていいのかな。 はい、ありがとう。ということで、次はですね、自己中お絵描きというのに行きたいと思います。はい、ここでですね、自己中でいこうを発売まで続けていく新企画になっています。自己中お絵描き、そのままです。もうなんか好きな絵描いていいんで、いいんだよね。なんか今までの、昨日おととい、リリアとアミちゃんが描いてきたお絵描きにプラスして何でも描いていいよっていうコーナーなんですけど、テーマは夏。夏ね。ちなみに今見せていいですか？こんな感じ。スイカとひまわりがね、描かれてるんです。スイカがリリアちゃんかな？で、このひまわりがアミちゃんが描いたやつ。これとこれ。ここにちょっと私が好きに 描いていこうと思うんですけど、なんせ絵下手だからさ どう？でも描くものはちょっと決まってるんだよね。どうやって描けばいいんだ？人を描きたいのね。何色にしよう。描いてきますね。ディワディワ。よいしょ。何できると思うかな、みんな。真剣に頑張るからね、ちょっと今。任せてよ。でもね、難しいよね。なんか上手な人ってどうやって描いてんだろうって感じ。あ、ちょっと間違えちゃった。どうやればいいんだ。こうやって、ちょっと待ってね。ちょっとできたら見せるから待っててくださいね。ピンクとか足してみようかな。そう、体が描けないんだよ。体が、このさ、腕の感じとかさ、難しくないですか？あ、すいません、5万人の方が見てくれてるみたいで、ありがとうございます。今ちょっと難しいところ、難しい、本当に分かんない。変なになっちゃったよ、手が まあいっか、それもいいよね。こうやって、とりあえずこれ洋服、こうやって もうちょっと待っててね 今頑張って帰っくからさ どうしよう、怒られないかな、これ大丈夫かな。本当に絵苦手でさ、これ手ね もうちょっと、もうちょっと、時間大丈夫ですか もうちょっと待ってくださいね。何色にしよう、ちょっと色間違えちゃったんだよな オレンジとかにしとくか。うん、汚くなっちゃった、どうしよう でもわかるでしょう、これ見たら。できたできた。まあ、色わかるように塗っとこうかな。
よし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 、いい感じよ、いい感じよ。これ分かってくれるでしょ、絶対ねえ。あ、何書いてると思う？逆にすごい上手よ。よしよし、え、できたできた、いい感じ。じゃもうちょっと髪の毛描いとこう。できた、完成、描けたよ。こんな感じ。スイカ割りしてるのこれちょっとリリアちゃんのスイカにかぶせたんだけど、すごいクオリティ低いよね。目描いちゃったからさ、鉢巻きから目出ちゃってるんだけどまあこうしょうがない、許してください。うまいって、めちゃめちゃ優しい人がいるよ、ありがとう。このさ、手の描き方ね、私ができないの。そうなんです、ひどいとか言わないで。ちょっと書いてあってよ、今ひどいって。こんな感じです、仕上がりましたありがとうございます。はいはい、こんな感じで、はあ、書けましたけど、そうですね、明日以降も、明日はまた別のメンバーがこう書いてくれるんですけど、ここにどんな自己中内を書くのかぜひチェックしてください。そして8月8日も自己中で1個発売するので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで次やりますね、乃木曜日選手権ということでですね、今週の配信メンバーで争う乃木曜日選手権をやりたいと思うんですけれども、今週の競技はですね、こちらですね、黒ひげ危機一発で、何本させるか、させるさ、何本させるかなっていうことなんですけど、皆さんが知っているこちらにあの剣を刺していきたいと思うんですけど、これを何本させるか、こう昨日とその前のメンバーより超えれるかっていう。ちなみに本数がこちらですね、リリアが2本で、アミちゃんが7本っていうことなんですけど、なんかすぐ飛びそうな気はするけど、そうですね、週の中で一番多く金をさせた人になんとご褒美として素敵なスイーツがプレゼントされるんだって。ちょっと頑張ってみますね。でもこれ運だよね、思ったんだけどさ、どこに誘うね、もう、あ、スイーツ、え、盛り合わせ、素敵なスイーツ、今の時期は何だろう、桃とか食べたいかもしれない、桃がいいな。はい、ということでやっていきたいと思います。え、めっちゃ怖い、私黒ひげほんと苦手なんだよね。うおー怖い、1本目、2本目、目めちゃめちゃ怖い、ほんとに嫌だ。うおー怖い、3本目、うおー、ほんと心臓に悪い、マジでやりたくないこれ、はあ、4本目、怖い、おー刺せた、ふう、5本目、どこにしよう、じゃあここ、うおー、ふう、6本目、ここにしよう、おー飛びますこれ、7本目、ここ7本目、おお、いけたよ、お、1位だって、やった8本目、お飛んだ飛んだ、記録7本、ということでアミちゃんと一緒ですね、やった。では書きたいと思います、7本、めっちゃ怖いね、あー頑張った頑張った、ということで私は7本でした、ありがとうございます。すごい、一人で黒ひげやったの初めてだからすごい顔してたと思う、すいません、ありがとうございます。
あ、すごいコメントもいっぱい来てる。すごい、おめでとうって来てるよ。ありがとう。当たり。ありがとう、ありがとう。そう、あみちゃんと1位です、今。ズッキュン。そうだね、今月誕生日なんですよ、真夏と一緒で。早いね、なんか1年あっという間だよ、本当に。どうしようね。スイーツ男子、いいね、スイーツ男子。何が好きなの？桃食べたい、桃美味しいよね。すごい、どれに答えたらいいんだ？めちゃめちゃ難しい。え、予備校のパソコンで見てる子もいるの？すごい。ありがとね。ありがとう。嬉しいよ。頑張ってよ。学校、応援してるよ。すごい。おめでとう。そう、まだだからね、誕生日。そう、8月いっぱいいるんですよ。嬉しい。8月の誕生日、一番多いんじゃないかな、乃木坂。そう。もうすぐ、そう、そうだ、自己中の、あ、違う。8日じゃなかった。飛鳥は10日かな？ 10 日だっけ？え、違う。飛鳥が10日だよね、多分。最初なのかな？そう。どんどんいるから。お、トークテーマ募集しますか？それでは。トークテーマ募集しますので、皆さん何か送ってください。そうそう、そうなのね。アスカもね、20歳だよ、もう今月で。早いよね、あのちっちゃかったのに。13歳で入ったのかな。いや、大人になりました、みんな。めの、ああ、夏祭りで食べるもの。ああ、私お祭り大好きだったし、昔ちっちゃい頃しょっちゅう地元のお祭り行ってて、その屋台でいっぱい買ってたんだけど、定番は、なんだろう、好きなのは焼きそばとかじゃがバターとかがすごい好きでした。で、あとはね、ベビーカステラとかも買って、お家持って帰って家族で食べてたこともあるし、何でも買っ食べてたかな。夏祭り、型抜きとかもやってたよ。知ってるかな、型抜き。なんか釘でこう型取ってくやつ。金魚すくいもした。めっちゃ飼ってた、金魚。ねえ、型抜き。私あれが得意です、射的。やりたいな。イカ焼きも好き、何でも好き。結果、そう、マイブーム。こう、トークテーマ来たんですけど、マイブームだって。マイブームなんだろう、最近。あ、そう、私さ、洗濯機を買ったじゃないですか、番組で。もうそれから、あの洗濯機がすごいハイテクすぎて、毎日回してるんですけど、めっちゃいいよ、あの洗濯機。あの水の出方が綺麗だから、みんな買ってほしい、あれ。 買ってみてほしい。あ、ありがとうございます、6万人ありがとうございます。そう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 、かき氷の好きな味、私はね、練乳かけたい、絶対。いちご練乳が一番好きかな。まあでも何でも美味しいよね。レモンとかも好きだし、さっぱりして。かな。あと、勉強集中する方法。私に勉強のこと聞いちゃいけんよ。
勉強ね。逆に教えてほしい。難しいよね。あ、なんかそろそろエンディングにっていう感じが来たので、ってことはもうすぐ終わりのお時間ですかね。寂しい。早いね。30分ってあっという間。エンディング。麦曜日、今日は水曜日ですね。そろそろ終わりのお時間が来てしまったんですけれども、次回メンバーへの宿題、明日はきーちゃんかな、ひなこがこう担当なんですけど、明日の乃木曜日、そのきーちゃんへの宿題か、あみちゃんから来たみたいな宿題を発表して終わりたいと思うんですけど、どうしよう、何がいいかな、何がいいと思う？こんなことしてとか、あれやってほしいとかだよね。一個やってほしいのはあるんだ。やってほしいっていうか、言ってほしいこと。ちょっとアミちゃんみたいな感じなんだけど、それでもいいのかな。書きますね。やってくれるかな。言ってくれるかな、ひなこ。なんだろうね。できた。はい、私からひなこへの宿題。はい、マイアン大好きって言ってほしいな。絶対言ってよ、これ。 言ってほしい、ひなこお願い。絶対見るから お願いします。そう、多分白石さんって呼ばれてるんだよね今で。最近まいちゅんがこう「マイアン」って言ってくれるようになってきたので、もうこの勢いでひなこにも呼んでほしい。お願いします。お、あと2分で終わっちゃうって。コメント拾ってきましょう。そう、ありがとう。みんな言ってくれてる みんなが言ってくれてるね、ありがとう。そう、夏祭りの時期だね、楽しんでみんな。ありがとう。そう、和歌のショート見たよ。めっちゃかわいい。なんかイコイコしたくなるよね、あの感じ。ありがとう、ありがとう。何すればいいの？ズッキュン。バイト頑張って、この後頑張ってください。お、今日から試験。今日から？頑張って、この後もう終わったのかな。大変な時期だよね、暑いし。でも絶対、合格私はできるってみんなのこと思ってるから、頑張ってください。本当に皆さんのこと応援してる。あさって誕生日なの。明日誕生日もいる。おめでとう、みんな。花火いいね。私の花火は垂れ下がる花火が好き。打ち上げ花火、こうヒューンってやつ。あと線香花火も好き。ナイアガラっていうの？ナイアガラ花火？
そう、それすごい好きなんです。なんかいいよね。そう、あ、終わっちゃうってめっちゃ寂しいじゃん。はい、ということで、こう今日の担当は私白石麻衣だったんですけども、すごい、なんかこう一人への配信どうなるんだろうってすごい緊張したんですけど、皆さんのおかげでこうちょっと楽しく自由に配信することができました。ありがとうございます。また機会があったら配信したいなって思うので、その時はぜひ皆さん、忙しいかと思いますが、お時間のある時は見てください。ありがとう。宿題ね、大変だよね。頑張ってね、本当に。あ、明日の時間はですね、また時間はまた後ほどお知らせしたいと思うので、ぜひチェックしてください。明日のひなこも見てくださいね。よろしくお願いします。じゃあまたね、みんな。消しますよ。バイバーイ。